伊佐口駅は、北海道稚内市幕開村麻城有地にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W77、電報略号は y u 1977年の伊佐口駅と、周囲約500メートル範囲。左上が稚内方面。相対式ホーム2面2線と、駅舎横なよろ側に、 貨物積み下ろし場と引き込み線がある。外側の輪っか内側にも引き込み線がある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地域名より、地域名は、愛の語の、よ、い、愛よトと愛、それ、多くいる、ところ、に由来する。単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは、 線路の東側に存在する。かつては相対式ホーム2面2線を有する列車交換可能駅で駅舎側が上りの2番線、対向ホームが下りの1番線となっていた。他に1番線側にはかない方から分岐した側線を1本有していた。当時は互いのホームは駅舎側ホーム中央と対向ホーム北側を結んだ構内踏切で連絡した。 か内駅管理の無人駅。開業時からの駅舎は改築され、三5 0 0系車商社を改造した、貨車駅舎となっている。駅舎は、校内の東側に位置し、ホームに接している。駅舎内にトイレを有する。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。小さな集落が広がる。かつて当駅裏から伊佐口川河口の下誘致地区へ。 簡易軌道誘致線が運行されていた。伊佐口駅前か誘致間 9.8km。動力は馬力で農業開発が目的であった。ありがとうございます。